山内みなは、日本の社会運動家。東京モスリン工場での過酷な労働と、同社の大規模葬儀を機に、労働運動や、婦人運動へ経て、新婦人協会の創立や、労働葬儀の指導に参加した。また社会運動家として、日本労働総同盟大阪連合会婦人部、副部長、関東婦人連盟執行委員など歴任した。宮城県元吉郡宇達村出身。 旧姓は立花。実著に山内美奈自伝がある。小学校卒業後の1913年、東京モスリンの募集を知り、寄宿舎があり、仕事は楽、学校へも行けると聞かされ、親の反対を振り切って上京した。しかし、労働内容は12時間立ちずくめ、食事も貧相で過酷な環境であった。1914年6月、婚員の大量解雇に対して、 ストライキが起きた。皆にとっては、初めてのストライキ体験であった。当時は、労働組合はなく、会社側は労働者団体である、友愛会の未交渉に応じたため、皆は、友愛会を味方と知り、活動に参加した。同1914年、友愛会に婦人部が設立された。1917年、u 愛会の創立5周年大会で、大議員として、初めて演説した。 皆は、この演説で助行の実態について語り、私は、社会のために働くと宣言した。実際には事前に懸命に書いた原稿を、演説の場では大衆を前にして、完全に忘れてしまったというが、監修からは、拍手が巻き起こり、翌日の、一万兆法では、資本主義の圧迫から免れたい、そして、社会の人としての待遇を得たいと女労働者は、絶叫したと報じられた。 この演説は、市川夫妻、平塚来長、奥夢夫といった、婦人運動家たちとの出会いのきっかけとなった。1919年10月には、国際労働機関のワシントンでの、第一回会議に際して、市川夫妻により労働者代表に推薦されたが、日本労働総同盟の反対にあって辞退した。向かって、右、25歳当時の山内みな、 左は、平林太鼓。労働運動で著名となったため、会社からは人員整理で解雇された。その後は学校に通いながら、市川ら新婦人協会の初期を務めて、会の運営を手伝った。さらに山川人志夫妻の下での勉強を経て、1922年に、労働集法の編集部に務めた。1925年、総同盟の分裂後、 左派の日本労働組合評議会で活躍した。翌1928年に左翼団体へ圧力がかかった。皆は運動の混乱下で結婚、夫の家のある大阪に移り、一時運動の第一線から退いた。戦中と戦後を経て、疎開先で要塞店を営みつつ、政治運動を再開した。1946年と1947年には、 衆議院選挙に出馬し、労働者の国を作ると唱えたが、落選した。1950年には状況。要塞点を続ける傍らで、富士運動には住民と一緒の活動が必要との考えから、住民組織に参加して、ゴミ処理場建設運動や、町の美化、街灯の設置など、身近な問題に取り組んだ。1954年のキャッスル作戦後は、 原水爆禁止運動にも関わった。1990年10月21日、89歳で死去した。助行から始まり、10代にして、労働運動に身を投じたその生涯は、社会運動士そのものとの声もあり、1975年に発行した辞伝、山内みな辞伝は、山内みなと共に、同時代を生き、働き、共に戦った有名、無名の、 何万もの女性たちの歴史とも評価されている。没後の1996年9月、記録映画作家の羽田澄子による映画、女たちの証言が公開され、丹野節や福永美紗ら昭和期の社会運動家たちとともに、当時の過酷な生涯が取り上げられた。ありがとうございます。